夢やって、いやいや、そんなに思い出すぐらい思い出すぐらい、やばすぎませんかそれ、はい、怖っ。いきなりこの話をして申し訳ないんですけど、ちょっと待ってください、いきなり怖い話じゃないんですか。何ですか。ちょっと、はい、謝罪をしたくて。1時間空きましたね。はい、空きましたね、偶然にも。偶然に空いちゃいましたからちょっとお話ししちゃいましょうということで、はい、はい、さあということで本日のゲストは岩橋ゆかさんです。はい、岩橋ゆかです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今から1時間ほど、はい、完全フリートークでお話ししていこうじゃないかということです。すごい、本当になんかこう皆さんのをちょっとチロチロと見たんですけど、はい、YouTube に上がってるの見て、はい、なんか本当にもうすぐ始まるんだって思ってファンみたいな感じになってるんですけど、すいません、本当だったんだっていう。そうなんですよ、こんなこと言っててね、普通ね、はい、いや台本がないんですよとか言いながらも、うん、いやしっかり、ね、っ台本もあって打ち合わせもしてっていうことが多いんですけれども、はい、本当に台本はペラペラだし本当にない、はいはい、見たことない薄さでテーブルにあるのを見て、あれ？と思って最初2枚取って、こっちとこっち違うのかなって思って、あ、どっちも同じやつだったと思ってそうですよね、はい、はい、あ、なんかページなく落ちてるなみたいな、あ、だからこっちにあるんだと思ってコーナーが別の台本なんだみたいなね、はい、違います。あ、本当に皆さんこれだけでやってたんだと。そうなんですよ。でしかもこのスタジオに入ってから、ね、うんうん、打ち合わせ、はい、まあ、本当に台本パンパンパンと説明して、うんうん、じゃあやりましょうっていう、本当にあってそう、なんかあの本当になんかそういうこと言いつつちょっとこう喋って、はいはい、こんなことありましたよねとかいうのあるとか思ってた、本当にじゃあ行きましょうみたいな本当に打ち合わせ、このスタジオに入ってもう5分後にはね回し出すという、そのなんて言うんでしょう、これここで岩下に聞きたいんですけど、もうそんなことやめといた方がいいですか。いや本当に、いや、やっぱあの役者さんに対してこのなんて言うんですか、打ち合わせ時間、この台本、これが僕は逆にコンセプトとして、ね、この打ち合わせなしで、はい、今から喋る本当にその場での会話っていうのが僕はいいと思って、これコンセプトでやらせてもらってるんですけど、やっぱりちょっと全員薄戸惑いからスタートなんですよ。戸惑い、本当にやるんだみたいな感じがあるじゃないですか。みんなそうなんですね、今までのみんなそうです。じゃあ私のこの反応は嘘じゃないですね。みんな、みんな、みんなあっていう顔してはい、よかった、私だけかなって一瞬思ったんですけど、いやいや、皆さん全然全然今まで手もう本当先輩たちもみんな同じ感じの反応で、はい、いや、そうですね、まあ比較的なんか関係性とか、はい、あ、そうですよね、そのしっかり一緒に番組やってるとか、うそういう方々だったらまあじゃあ、いや全然っていうのはあるんですけど、はい、やっぱりその岩橋さんなんてもう随分お久しぶりになりますよ。あの、アニワラぶりというか。アニワラぶりですか。そうです。2018年とかだったと思うんですけど。5年前ぐらいですね。そうなんですよ。アニワラが多分最後に行ったやつですかね。そうです、ちょうど本当に、はい、その時でもちょっといきなりこの話をして申し訳ないんですけど。ちょっと待ってください、いきなり怖い話じゃないんですか。何ですか。ちょっと、いや本当に謝罪をしたくて、はい、謝罪。じゃあ向井さんは覚えてるかわからないんですけど。何ですか。私あのアニワラでお会いした時、はい、本当に嬉しくて、はい、あのもうただのミーハーな感じだったんですけど、はいはい、うわー芸人さんやんと思って、はい、もう好きってなって、はい、あのでもそんな喋る機会とかあんまりなかったじゃないですか。まあね、楽屋とかも当然別々ですし、はい、もうご挨拶ちょっと軽くお願いしますぐらいだったんですけど、はい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 、最後に終わった後にちょっと軽いこう今日はお疲れ様でしたみたいな時に、はいはい、小屋打ちというね。あ、そうです、そうです、はいはい、その時に初めてこう個人で、あ、岩橋です、よろしく、あ、今日はありがとうございましたって言えるタイミングがあって、はいはいはい、その時にあまりにも興奮しすぎて、会えたらこういうこと喋りたいって思ってたこと一切パーンって弾け飛んで、はい、あ、いつもあの下ペロペロしてるの見てますとか言っていや、それ向井さんじゃないみたいな。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、それはそれを5年越しに、はい、あのずっと夢にたまに、あ、夢やって、いやいや、そんなに思い出すぐらい思い出すぐらいずっと心の中でいつか会えたら謝りたいって、あの時向井さんは、いや、それ僕じゃないですみたいな言ってくれたんですけど、はいはいはい、あの時私ずっと帰りまでずっともうなんか
最悪や言わした言わした、それは別に落ち込んでいただく、それは本人の問題もあるし、まあ正直その話聞いたって、いや落ち込まなくていいですよって思いますよ。そのペロペロはいじり岡田さんだしってあるじゃないですか、はい、そのさっきの説明で俺が気になるのは、はい、パーンと飛んだ結果それ言ってるのはどういうことなのだからいろんな今この間埋めなきゃみたいな、なんか言わなきゃってことですか、なんか言わなきゃ、そうなんだ、なんか言わなきゃ、なんかこういうことよくあるんですけど、なんか言わなきゃってなったら毎回なんかいろんなこと混じりすぎて別のこと言って最低だなって落ちるまでがなんかいつもなんですよ、そのセットになってる、はい、だから前日はすごい夜もいや会えたらこういうこと言おう、こういうこと喋ろうってすごい綿密に考えるんですけど、はいはい、考えるがゆえにいざ行ったら、ま、もうごちゃごちゃになってパニックになってありえないこと言うみたいな、まあ、本当にその僕は多分その時ね今ほんまおぼろげに思い出しましたけど、はいはい、全然その飛んでる感じはなかったと思います。本当ですか、はい、だから普通に、はい、で別にそれがなんていうんですか、悪いとかじゃなく当たり前みたいにそういういじりって今までの芸人人生でいっぱいあったんですよね。いやいじる岡田さんちゃいますよみたいなあったから、多分むしろあ知ってくれてるんだと思って、本当ですか、はい、別にいや違いますよって言って終わってるはずです。いやでも誰だよお前みたいなやつからそんなこと言われたらちょっとこの女舐めやがってってなりません？いや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 、岩橋さんそれは俺がどれぐらい舐められてるかを舐めてますよ。そんな、いやいい加減にしてください。優しいな。いやいや俺はほんま秋葉原で街歩いてたら全く知らない男が目の前に立って、はい、いつまでもあんたのアニメ MC が続くと思うなよって言われたことありますから、ね、やばすぎませんかそれ、はい、怖っ。それは俺も思ってないけどまず誰やねんっていうね。本当ですよね。ありますか。そうだったんですね。それぐらいの人間ですから、もうそんないじりさんぐらいなんてもう優しい知ってくれてると思います。多分それこそそういうテレビでよくそういうのを見てるか、はい、見てたせいで、はい、多分とっさにいじりさんのあれが出てきてもう頭の中であー舌ペロペロっていううわーって頭真っ白になって、だから今回その、はい、あの岩橋さん候補と出していいですかってやった時にマネージャーさん知らなくて、その話をあそのね、マネージャーさんが岩橋さん、はい、ね、スケジュールどうですかって言ってくださって、はい、あ岩橋さん前もお仕事してるし、はい、ぜひぜひっていう感じになりました。そうだったんですよ、はい、私はやばい断られるやつやって思って、だから怒られあっためやと思ってあはいお願いしますぜひって言ったものの、はい、私の中ではいやこきっと断られる、私は断られてしまう、でも謝りたいって思ってて5年前のあのアニワラの時の失礼があるから、はい、岩橋断っといて、あ言う言うそんなルックスのやつずんぐりむっくりじゃないよ。私なんて向井さんきっとあの時最悪なイメージで終わっちゃったって思ってたんで全然大丈夫です。本当ですか、はい、優しい、ありがとうございます。あんな優しい向井さんになんて失礼なことをしてしまったんだってその時はすごい思って。逆に、はい、今日来る時の気持ちはどうだったんですか。いやもう全然もう目ギンギンでしたね。夜寝れなくてやばい、 いやそんな相手じゃないのよ寝れなくなる相手じゃないのよこれ。だからもう今日は向井さんに謝罪して、はい、あわよくばプラスなイメージで終われたらいいなっていう気持ちで来たんですけど、全然プラスですよ、めちゃくちゃプラスですもん。岩橋さん、ありがとうございます。本当に5年間温めてきた甲斐がありました。もうぬく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 普通冷めますよ5年前のもんなんど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 んもう立てば立つほど温まってきました。見れば見るほど向井さんのこう顔とか、あ向井さんやテレビとかで、あ、はい、ラジオとかで、あ、向井さんやってもう怯えてるじゃないですかちょっと待って、俺がトラウマを植え付けたみたいになってませんかそれ。なってないですか。いやだから今日本当に会えるって聞いて、いやーよかったと思って、はい、墓まで持っていくことになるのかなってずっと思ってたんで。そうか、だから、失礼なこと言った、はい、共演が5年間ない、うんうんうん、つまりこれは、どっかで向井が怒ってて、うんうん、ね、うんうん、岩橋さん出るならもう僕は出ませんよ、うん、今日 NG みたいな、岩橋 NG みたいな、やるか
ことになってるかと思ってます。いや、よかった。僕もそういう意味じゃ誤解解けてよかったです。本当によかったです、はい、やっぱ優しかった向井さん。ちなみにですけど、はい、その時5年前になんかいろいろ聞こうと思ったみたい、喋ろうと思ったっていうのは今は覚えてるんですか？いや、それがもうその時全部飛んでいったんですよ。なんかもう普通デリートなり普通消すって言ってもゴミ箱までぐらいで本当には消えてないじゃないですか。やっぱだからトラウマになってて、はい、その会ったことをなかったことにしたいみたいな、そのなんかいや、あれはなかったんだ、夢だったんだみたいな。そんなわけない。いろいろ会いたかった、もうミーハー心でいろいろ喋りたかった、ただ仲良くなりたかったっていう気持ちだけは覚えてるんですけど、はいはい、何をどう喋りたかったとかまでは記憶がなくなってて。嘘だ。いや、だからむしろそれ仲良くなりましょう。その僕なんかでよければ仲良くなるっていうのもおこがましいんですけど、新しく関係を構築できたなんて。いや、固いな。本当に怯えてたこの5年間を、はい、本当今日は解消できたら、本当にこんな嬉しいことは、私も死ぬときは笑顔で死ねるなって思って。いや、だからそれも捕まった人が言うやつですね。もうずっと着もあれ、はい